茨城県道227号へ見田大納線、高萩市大納茨城県道227号へ見田大納線は、茨城県高萩市上見田から同志大納に至る、一般県道である。茨城県高萩市大技上見田から、同志大和大納の山間を結ぶ、約 7km の一般県道である。 ほぼ快適な二車線路が続くが、終点から約 1km は、すれ違いが困難な、狭い道となるので注意が必要である。主要地方の北茨城大井湖線の路線認定に、伴い、1972年3月1日、前進に当たる県道、徳田高萩線を廃止し、残存区間である、高萩塩技城を木見田を起点とし、 高萩市大農町の終点まで至る区間を本路線として茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号変更により現在の整理番号227となり現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。AB、道路区域の決定。 道路の共用開始、茨城県法、号外、37、AB、道路の区域の決定、茨城県法、第2314号、ピアニッシモ、2223、ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、P、14県道路線の廃止茨城県法、 号外3月1日より県道の路線の認定、茨城県法、第4977号4月5日より、県道路線の認定。茨城県法号外、ピアニッシモ一13、道路の共用開始、茨城県法号外第34号、P4、道路の区域変更、茨城県法、第7662号、P9、道路の区域変更、 茨城県法第69号 P7 県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号ピアニッシモ82ありがとうございます